んにちは、吉村博です。本日は我が愛しのレザーウェア、ボリューム18ですかね。はい、本日は、ドルチェガバーナのですね、ナポレオンレザージャケット、こちらの方をご紹介させていただきます。はい、寄ってみました。初めにご紹介させていただいている通り、ナポレオンジャケットタイプですね。まあもうボタンがこんな感じでついてる。で、あとは、このレザーの脂肪感ですね。というか、まあ、ちょっと型押しされているので、はい、これもですね、本当にもう10年以上前のコレクションだったと思うんですけど、一目惚れですね。本当に素晴らしくて、まあ、当時やっぱりダメージジーンズプラス、まあ、ジャケットっていうのがドルチェガバーナ、まあ、全盛期、まあ、これからもっと盛り上がっていくと思うんですけど、まあ、そういったイメージにすごく合っていて、本当にこれ着たいななんてずっと思っていた、こんな一枚ですね。はい、でレザーなんですけど、素材がなんかやっぱりものすごくこれに関しては厚いですね。厚いです。はい、で、裏切りなんですけど、まあ、襟のあたりがこうコーデュロイの仕様になっていたりとかしていて、で、あとは裏切りは結構ですかね。はい、こういう形になっています。はい、形はですね、やっぱりものすごくタイトです。はい。こんな感じですね。はい、後ろからになりますね。寄っていきます。はい。後ろはまあまあまあそんな得意すべきで、まあ、この辺りがですね、この辺りのディティールがまあレザーのライダースみたいなディテールがされていますね。はい、で先ほども申し上げた通り、ちょっともともとそんなに大きくないんですけどね、やっぱちょっとなんかやっぱ絞り効いてるんですけど、まあ、ここもテーラードは結構命綱になっているようなブランドだと思うので、まあ、かなり絞りがキュッと効いてるようなそんな感じですね。はい、はい、ということでですね、今回は我が愛しのレザーウェアボリューム18ですかね、ドルチェガバーナの、ナポレオンレザージャケットですね、こちらをご紹介させていただきました。まあまあ、スラックスでもジーンズでも合わせられると思います。はい、になるかな、なんかですね、これを切るとなんかちょっと偉くなったような感じの気のせいでしょう。まあ、そんな一枚です。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。